はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。毎日 MTG 関連の動画をアップしています。よかったらチャンネル登録ご協力よろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、グルールアグロということで、ピクニックからし、目立ちたがり、総員の即走、まあ、あと熊野ですね。まあ、クリーチャーはここら辺、あとまあ一応ルツボもあるけど、まああとはひたすら強化してね、殴っていくと。でまあ稲妻の一撃ちょっとね抜けました。まあいいのか悪いのか抜いてみました。代わりに無鉄砲とかね、トランプで突破できるようにしていこうかなと思います。さあ、それではね早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、7枚でキープします。さあ、総員の速走は、さあ、バック。あと4点。さすがに状況あるか。さすがに状況ありました。ここでカード1枚引いて、なんかクリーチャーをさあポチポイ。いやー、これはピンチだぞ。まあ、これ出してくれて助かりましたけどね。うわー、やばい。6点か。もう時間がないですね。ターン終了。これは相手焦りでしょ。くっそー、無理だ。腹立つ。いやー、あ、なんかクリーチャー、速攻クリーチャー来い。速攻クリーチャー来ず。いや、来なかったがワンチャンあるぞ。ターン終了。
あ、るつぼ。サブロック。これで除去持ってこられるから、そうだよな、やっぱ速攻クリーチャー引くしかないね、それしかない。ジャビのベール引いたぞ。あ、魚介の怒り。よし、そっちだったら助かったはい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあソインの速走を殴っていきます。間違えた。よし、まあ火遊び、火遊び。さあこれでバカな。あ、巨大化。さあ、まあ相手ハンド見えてるからね。さあ、巨大の怒り。巨大化。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ熊の活火山の退治。なんか珍しいの来ましたね。タフさんで行く？兄さん。いや、もう普通出すか。さあ、ですか。結構つけて殴っていきます。
さあ、あと9点。さあ、熊野と活火山の対峙。次のターン出した方が良かったな。さあ、敵が止まっちゃってますね。これは勝った。さあ、アタック。さあ、巨大化。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。先行だったら、そうだな、まあいっか。ちょっとクリーチャー引いてほしいな、これは。わー、まいった。クリーチャーゼロになったしかもこれはしんどいな、しんどすぎるな、この展開。致命的じゃない、今のなんとも、ならんもう詰んだな、これは詰んだ。いやあ、変な飛びデッキだ、きつすぎる、マジでやばいぞ。めっちゃ来たな。さあ、だする。あ、もらいます。さあ、ガンガン行きましょう。さあ、これ殴っても7点。多いな。いや、厳しいね。終わった。あ、アタック。ターン終了。さあ、反逆の術。鉄砲をつけて殴っていく。ターン終了。コウモリ2体目か。まあ土地なんですけど。
さあ、ダック。ん？さて、行くからし。はい、対戦ありがとうございました。でこれやっちゃダメですね。マリガン、うわー、もっとダメなやつ来た。いや、ダメやけど行くか。知る。ジェスカイコントロールか。ジェイス。これマイナスの高め。はい、OK。You can be made to obey。あ、もらえます。ただ、まあ、とりあえずジェイス一回倒して、ターン終了。大騒動をね、計画しておきましょう。これ破壊不能つかないからな。もう先に何捨てるかや。さあ、アタック。ターン終了。火力で焼くのは結構難しいんじゃない。あ、フォローとかやめてほしいな。さあ、アタック。あ、上がらんけど、いけるんだと行きたい。あ、巨大化。相手コントロールだから、もうここで落とせるんだったら落としてみたいな。I am the Emperor of Kamigawa, and I will protect my people. 終わりました。ブロッカーとか出してこないかな、うっかり。
はい、大変ありがとうございました。これはもう無理ですね。はい、いかがだったでしょうか。グルールアグロということで、まあね、爆発力がとんでもないデッキですね。まあちょっとクリーチャー数がね、クマの入れても16枚しかないのが、ちょっともしかしたら少ない気がせんでもないけど、まあそこら辺はまたやりながら調整かな。はい、まあ赤タンとかグルールアグロ、ボロスタグロあたりはね、まあこの環境ずっといると思うんで、はい、まあ使いながらね、こう攻略法を考えていきたいなと思います。はい、まあそんな感じで、アグロ好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。